こんにちは、りょうです、えー。今日はね、投資と借金返済、どちらを優先するかってことについて、えー、話をしていきたいと思います、えー。質問いただきました。私は現在、カードローンやクレジットの支払いがそこそこにあります。まずこちらを片付けてから投資に臨むべきなのか、投資と借金の返済を並行して始めてもいいのか、不安に思い連絡させていただきました。 ということでね、えー、この手の質問はよくもらうんですよ。なんで、まあ答えていきたいかなと思います。えー、結論から言うとね、えー、これは金利によると、えー、借金を返済を優先させるのか、投資を優先させるのかっていうのは、まあ一番はね、この金利によるってことですね。えー、数字だけの話ですけどね。えー、金利が高いんだったら、えー、借金返済を当然優先しないといけないし、金利が安いんだったら急いで返さなくてもいいと、まあ、金利が高い方を優先してやっていくってことですよね。まあ、ただ投資の場合は他にも注意があるんでね、また後で解説しますけど、 でそもそも金利が高いところで借りるっていうような状況をね作らないことの方が大切とそのためには固定費を下げてね防衛資金を貯めることと、えー、物の価値で購入を判断して労働を減らすことっていうのでお金が貯まりやすい体質を作るってことが、えー、大切だと思いますねでもう少し解説していきたいと思います本質はねこれ全て一緒なんですよ、えー、奨学金は繰り上げ返済した方がいいかっていう質問であったりとか住宅ローンの繰り上げ返済はした方がいいかっていう質問があったんですけど、えー、これらのね質問の結論 っていうのは、えー、おすすめしないいとと僕の意見ししてはおすすめしないなぜかっていうと金利が安いからですよね住宅ローンも大体いい1%ぐらいだし奨学金もね、まあ、時期にもよりますけど1%以下が多いですよね0.6%とかね、えー、前後とかが多いんで、えー、金利が安いから急いで返しても得する金利が知れてるんですよねでじゃあカードローンとかリボ払いの場合はどう考えたらいいのかってことなんですけどそれは 金利の相場を知ればね、もう答えは分かるということですね。みんな相場を知らないんですよね。この辺を学校で教えてくれないですよね。本当はね、金利の、まあ、相場って時期によっても変わるけど、それでも本当は学校で教えてくれたらいいんですけどね。金融教育で必要なことだと思うんですけど、教えてくれないですよね。えー、なんで、えー、代表的なローン一覧、別の動画でも話したんですけど、もう一回復習も兼ねてね、話したいと思います。えー、これらのね、相場って分かりますか代表的な皆さんが生きていく上で使ったことあるっていうローンとかもあると思うんですけど、えー、まずね、奨学金、これを聞いて大体このぐらいの 金利かなピーンって来る人っていうのはそこそこリテラシーがね、えー、高いというか普通の人よりは感度がいいってことなんですけど奨、えー、学金とかだったら大体金利ね1%未満ですねまあ時期にもよりますけど1%未満と,それ,とかそれから住宅ローンっていうのもまあ1%前後ぐらいですかね で、この自動車ローンとか、まあ、カーローンね、とか、デンタルローンとかなったら、どのぐらいかってことなんですけど、だいたいこれだったら5%前後ぐらいですね。まあ、3.5%とか、えー、そういう人もいるでしょうけど、まあ7、7%の人とかもいるんじゃないですかね、デンタルローンだったらね。えー、それから、カードローンですよね。今回の質問者の方のカードローン、これだったらどのぐらいかっていうと、まあ、リボ払いであったりね、分割払いであったりとか、いろいろありますけど、まあ、だいたい10%から15%ぐらいですね。15%取られてる人も結構いるんじゃないですかね。 えそれから消費者金融ですよね。消費者金融も10%からまあ18%ぐらいですね。で、じゃあもう一つ、闇金っていうとどのぐらいの金利かっていうと、もう40%からとかね、えー、ね40%ですよ。えー、もう取れるだけ取るみたいな。と1っていうと10日で1割、10日で10%の利子ですね。えー、これはもう年利体くらいになるのかみたいなね。まあもちろんこれは違法だっていう話をしてきましたよね。 で、えー、投資の場合なんですけど、こっちはね、金利を払う場合ですね、借金をして金利を払う場合なんですけど、投資の場合の利回りっていうのもね、覚えておいてほしいんですよね、えー。毎月5万円ね、30年間積み立て投資をしたとすると、まあ、合計で30年間で1800万円積み立てるんですよね。で、えー、30年間ね、毎月5万円積み立て続けて、年齢が1%だったらどのぐらい増えると思います 1,800万円積み立てる元本は自分で貯めた分は1,800万円、えー。これで投資で増える分は年利1%だったら30年で298万円増えるんですよね。まあ大体で完璧に覚える必要ってないんですけど、感覚値の問題ですね。で、年利5%でずっと運用していたとすると30年間で なんとね、2361万円増えるんですね。積み立てたのは1800万なんですけど、ここにプラスアルファで2361万円増えるってことですね。プラスですよ。1800万と2300万の差額がじゃなくて、1800万円にプラス2300万円増えるんですね。それから、えー、30年後ね、年利10%でもしも30年間運用した場合、この元本の1800万プラス 9500万円増えるんですね。1億円以上の、えー、トータルでね、1億円以上の資産になってるってことですね。10%で9500万増えたんですよ、えー。で、投資の神様、ウォーレン・バフェットね、えー、もうだいぶおじいちゃんですけどね、えー、平均利回りは平均利回り21%と、ゆえに投資の神様なんですね。年利10%で9500万円増えるんですよ。年利10%。これはもらった側の場合ですよね。まあ、税金考慮してないですけど、もらった側の場合ね、 えー、福利でで計算した場合ですけけど、まあ、増え続けていくとじゃあ,あの金利っていうのはもうほんとすごく大事なんですよね投資をした場合これだけ増えるんだから借金をしてると真逆のことが起きてしまうってことですよね、えー、金利のまあ考え方として感覚値ととししてて掴んででほいってことですねそれから、まあ、投資利回りと借金の金利のね大きな違いまあいろいろあるんですけど投資の場合は不確実なんですよね毎年必ず 7%平均利回り7%って言っても毎年確実に7%儲かるわけじゃないんですよね。プラス30%の年もあれば、マイナスでね30、30%の年もあったりとか。 で、トータルで鳴らしていったら平均にしたら大体7%とか6%とかね、インデックス投資、アメリカのインデックス投資とかで6、7%ぐらい出てるんですよね。だからそれに引き換え、金利っていうのは毎年必ずかかるんですよね。つまり確定でかかるっていう、ここはね、やっぱ大きな違いなんですね。違いとしてまず覚えておいてほしいですね。金利の場合はそうですよね。借金の金利とかカードの ローンの金利っていうのは毎年絶対かかるわけでしょ。今年2%でいいです。来年は、えー、景気が良かったんで7%くださいとか、そういう話じゃないですよね。毎年必ずかかると。で、金利が高いんだったら借金返済がまあ優先になるってことですよね。利息の負担が大きいからですよ。えー、カードローンであったり、リボ払いであったりとかね。 100万円借りてて10%の金利を支払うとすると毎年10万円ね金利分だけで支払うと元本が減らないんですよねなかなかね金利だけで年間10万円も支払うということは毎月8000円以上ですよね毎月8000円払わないといけないっていうことは給料ね給料で言うと税,金税引き後で8000円なんで給料で言うと1万円ぐらいアップしないとダメなんですよ毎月1万円の給料アップって大変じゃないですかだからこの借金返済が優先なんですよね でじゃあ投資に回した方がいいかっていうことなんですけど年齢10%の投資の利回りっていうのを毎年確実に出せるかどうかっていうともうほぼ不可能って考えた方がいいんですよねこれは過去の動画見てもらったら分かると思いますで質問者の方の場合 カードローンっていうことなんでね、金利は高いだろうと、まあ10%から取られてると思うんでね、まあどっちにしろ高いと思うんで、投資よりももう借金返済が優先ってことですね、投資をするステージにまだ立ってないってことですね。あの、貯蓄体質を作るっていうのは投資のね、最低限の条件なんで、えー、まずは、えー、きっちり借金を返済していって、このね、投資をでき、投資ができる体制を作るっていうことですね。 でまあ金利が奨学金とか住宅ローンの場合で、金利が低いんだったら慌てて返さなくてもいいっていことですね。まあ、利息の負担が小さいからと。奨、えー、学金だったり住宅ローンだったり、この辺は過去の動画も参考にしてくださいと。で100万円借りてて、金利がね、さっきは10%でしたけど1、1%なんだったら、年間金利で払うのは1万円ですよね。だから毎月800円ちょっとってことでね。 えー、だからまあ急いで返してもこの金利分得することはそんなにないってことですねで年利1%の投資利回りを毎年確実に出せるかどうかっていうことですね。 だったら、毎年確実には難しいかもしれないけど、まあ、平均でなら1%超えは難しくないんで、まあ、投資に回すっていうところでもね、まあいいのはいいんですけどね、1%だったらね。ただ、それはまああくまで数字の話で、そもそも金利が高いところで借りないってことですね。カードローンを使わないといけない状況を避けるってことですよ。そういう状況を作らないことの方が大切なんですね。えー、いくら、この100万円じゃあ返すお金をね、 えー、カードローンで100万円返すお金を投資に回したってふれ増える分ってもう本当にまだまだ元本が小さい間は知れてるんで、えー、それをするよりも先にやっぱり貯金できる借金を作らないっていうね体制体質を作るってことの方が、えー、はるかに大切だと思うんですねそのためにはどうしたらいいのかっていうとこの生活防衛資金を確保するってことですねこれをやることによって貯金の癖をつけていくってことですよあの浪費癖を減らしたりとかねまあいろんな原因があると思いますけどねで この生活防衛資金と投資の種線づくりのためにはどうするかっていうとこれがずっと言ってるようなまず固定費を下げるってことですね一番の固定費を下げるまずはね格安指紋にするとか無駄な保険を解約するとか見直すとかね車を手放したりとか家賃を下げたりとかまず,まずはこっからですね自分一人で完結するんでねそれから生活防衛資金の確保と会社員だったら3ヶ月から6ヶ月分ぐらいとかね自営業だったら半年から1年分ぐらいとかまあこれは大体でいいんですけどあの収入がなくなっても 生きていけるねこのぐらいの期間生きていける最低限の生活費ですねこれは有興費とかその贅沢費とかを入れてってことじゃないですよ最低限生きてていいけるっていう分の、えー、費用ですね、えー、他にも自分自身は、えー、この収入がなくなったとしても、まあ、何かはできると思うんでね これは自分の,その趣味のお金とかまで入れた分じゃなくて、最低限生きていくためのっていうふうにちゃんと覚えておいてほしいんですけどね、生活防衛資金の確保をすることによって、やっぱ精神的にも余裕が出るし、あの余計な保険とかに入らなくても済むんで、余計にねお金が貯まりやすくなるんですよね。それから、浪費癖を直すという意味でも、このものとかサービスの価値で判断できるようになるっていうことですね。 価格じゃなくて価値で判断できるようになるっていうのがすごく大切です。この価格ではなく価値とあの消費、投資、浪費の判断がちゃんとできるようになるってことです。この消費っていうのは生活のために必要なお金ですよね。で投資っていうと使ったお金以上にね将来何かしらの資産になって増えて返ってくる見込みがあるものですね。 それが投資と。お金以外の価値も含めてですよ。お金だけじゃなくて、それ以外のね、知恵とか知識とか経験とか、そういうのも含めて、まあ投資とは言うんですけどね。それから、浪費と。浪費っていうのは使ったお金は返ってこないっていことですね。まあほぼほぼ返ってこないであろうと。ただし、浪費っていうのはだめ、すべてダメですよって言ってるわけじゃなくて、一時的に心は潤うってことが多いんですよね。だからこの浪費ともうまくやっぱり付き合っていきたいっていことですね。 で人間っていうのは、やっぱりね、低価に対しての、その相対的な価格で見ちゃうんですよ。よくある、低価1万円のものが1000円とか、まあ、例えばですけど、低価100万円のものが1000円とか、1万円とかって言われたら、 どうですか、ね、安、も、ま、の、あ、によりますけど安く感じるんじゃないですか、バーゲンとかセールってやっぱそれで飛びついちゃう人ってのは多いと思うし、心躍るっていう人いますよね、でも定価1万円のものがね、1000円、確かにこれは安く感じるかもしれないけど、そのものの価値がそもそも100円だったらどうかってことですね、いくら1000円でも、1000円で売ってても、結局100円の価値しかないわけなんだから、結局損ですよね。 でも、じゃ値引きはないけど、1億円の家って聞くと、うわすごいなって思う人が多いと思うんですよ。1億円の家買える人っていうのがね、少ないと思うんですね。でも、1億円の家、高いように感じるかもしれないけど、それは価格の話であって、価値は1億円以上かもしれないですよね。例えば、1億円の家であっても、買ってすぐ1億1000万で売れる家なんだったら、それは安いってことになるんですよね。 えー、借金しててでもっったらいいって、まあ、理屈上はですけどね精神的なものとか置いといて理屈上では絶対買った方がいいっていう安い物件っていうね割安な物件ってことになりますよねで浪費化っていうのはこの判断ができない人が多いんですよどうしてもねこの純粋に 我慢だけじゃなくて、やっぱりね、理屈で覚えるっていうのも大切ですね。このもののサービスとか価値で判断できるようになると。これが結構ね、まあ、あとは時間単価とかも大切なんですけどね、どうしても目の前のところばっかり気にしちゃう人とかっていうのは、この価値でちゃんと判断できるようになるっていうのが大切ですね。だから節約かって、私節約かっていう人もいるんですけど、節約っていうのは目の前の小さい金額のものをね、さっき言ったみたいなバーゲンで何でも買っていくっていうのが節約上手な人じゃないんですよ。ちゃんとこの価値で判断できるっていうことですよ。これがまあ1億円は極 単な例にしても 1, 1万円のものであっても10万円のものであっても安い時っていうのはあるんでね。 だそういうものの価値でちゃんと判断できるようになるっていう人が、えー、やっぱりねちゃんとこう正しいこう節約家っていうかね僕はそう言うかなと思うんですけどねまあこれらが最優先だってことですねこの1番2番3番固定費を下げる生活防衛資金の確保してそれからそれをするためにもね物やサービスの価格じゃなくて価値で判断できるようになるとこれらが最優先になってくるんじゃないかなとそこと合わせて収入も増やしていくってことが大切ですねまずはすぐできることからってことで収入を増やすっていうのはやっぱり給料だったらあの会社しだ というところあります,し、ね、すぐ来月から上がらないし自分で稼ぐって言ってもねやっぱり来月からいきなり売り上げって上がらないですよねだからこれら今言ったような3つっていうのは自分で完結してねすぐできるところなんでそこからやりましょうとお金持ちっていうのは考え方なんですけど借金を上手に使うんですよ追加の話なんですけどね いい借金、悪い借金があって、なんかこう、借金イコール悪いことって思うじゃないですか。もちろん悪い借金、良くない借金っていうのもすごくあるんですよ。でも、いい借金の例っていうのが、やっぱ、例えばで言うと不動産投資なんですよね。えー、例えば、1億円をね、これはまあ、金利とかの考え方の話なんですけど、1億円を金利1%で借りて、投資でね、まあ、不動産投資で8%で運用すると。そうすると、8-1で、毎年1億円の 7%がリザになるんですよね。人から借りて自分はお金自分のお金じゃないのに人から借りたお金で物件を買って1%で借りて8%で運用するとそうすると毎年1億円の7%が利罪になるわけですよねそうすると1億円の7%が手に入ると毎年700万円手に入るんですよねすごいですよねこれがまあイールドギャップっていうね、えー、金利材のことなんですけど、えー、自分のお金を使わずにも儲ける方法ですよね え実際にはまあ毎月の元本の返済があったりとかキャッシュフローの計算とかがあったりもう少し複雑なんですけどこういういい借金の使い方っていうのもあるんですよだからまあこういうのも借金イコールダメっていうんじゃなくてえやっぱりねこういういい借金もあるんだよっていうね こととも覚えてておいてほしいしただしね、ぼったくり物件とかをこれで間違えて買っちゃうとあの死んじゃうんで注意してくださいね。ワンルームマンション投資とかね、こういう理屈で、ここまでの理屈は確かに正しいこと言ってくれるんですけど、これで買う物件が、えー、ろくでもない物件だったりとかね、投資先が間違えてたら、えー、真逆のことが起きちゃうんでね、えー、これはあの気をつけてくださいね。ただただその考え方の基本の話ですね。で、えー、まとめなんですけど、ざっくりね、えー。借金を繰り上げ返済するかは金利によると。えー、数字の話で言えば金利によりますね。 で金利とか利回りの相場を知ることとそもそもこの金利とか投資の利回りとかそもそも高いか安いかとかっていうのがねわからない知らない人が多いんですよね知らないから平気で借りちゃうし使っちゃうし年利20%とか30%って言われているようなもう明らかにその数字聞いただけであ,あおかしい投資だなって思えないといけないのにそこがわ、えー、からないから平気でお金出しちゃったりとかね えー、みんな知ってるんで、ATM の手数料が1回1000円とかだったら怒りますよね。使わないとか、なんも高いとか、スーパーのもやしが1パック1000円とかだったら、ね、おかしいって気づくじゃないですか。でもここを知らないからボられちゃうんですよね。だからまずはここを知ることと。で、金利が高いんだったら借金返済を優先と。金利が安いんだったら急いで返さなくてもいいと。ただし、あのとはいえね、元本っていうのはいつか借りたお金は返すものなんで、元本っていうのはいつか返さないといけないことには注意ですよ。その住宅ローンとか奨学金とかを使ったっていうのはね、 えまあしょうがないと思うんですけど、そのカードローンとかもしょうがなかったとは思うんですけど、やっぱりそのカードローンとかって金利が高いんで、早く返さないといけないとなるべくね。で、やっぱり元本、そのカードローンとかでリボ地獄とかカードローン地獄に陥っちゃう人が多いの、浪費癖がちょっとやっぱある人が多いんですよね。だから あのまずはねやっぱりそもそも金利が高いところで借りる状況を作らないってことの方が大切だと思いますねそのためには固定費を下げて防衛資金をためることと物の価値で購入を判断して浪費を減らすこととで収入も増やしていくと全てが組み合わさっていい流れになるんでね、えー、金利を取られる側じゃなくってもらう側になってほしいんですよねできたらねまあもらう側になると生活が非常にね逆のことになるんで生活が楽になると金利とかその配当をもらうっていうとすごいお金を稼ぐとかもそうですけどなんかこう悪いイメージがあるかもしれない れないんですけどね日本人とかでそういう教育やっぱり受けてきてないんで悪いイメージあるかもしれないんですけど例えば株式投資ですけど株を買うことでその会社の小さいけどオーナーになるわけですよねでお金が必要な企業に結局出資をしてるってことになるんですよお金がいらない企業を別にね集めないんでお金を基本的にはまあ、株を買うってことでオーナーになるとまあ間接的にオーナーになってるんですけどねで、えー、企業はそのお金を使って えー、成長するわけですよね必要。お金が必要な企業にお金を出して、企業はそのお金を使って成長するわけですよ。っていうことは、世の中に貢献してるってことですね。便利にしたりとか、世の中に貢献したりとか、利益が上がるってことなんであれね。で、便利にしたりとか。で、えー、企業はそのお金を使って成長して、世の中に貢献して、えー、利益が上がったと、えー。で、そこから配当をもらうんで、本来はみんなハッピーな仕組みなんですよ。 別にこの企業はずっとお金を払い続ける立場みたいなねなんかこう金利をもらうとか配当をもらうっていうと悪いイメージがあるかもしれないんですけど本当はね別にこの株式から配当をもらうとかって成長した分から配当をもらうっていうのはすごくいい仕組みなんですよね。 なんで、まあ、悪い借金とかいい借金とかいろいろあるんですけど悪い借金をすることによってねお金の奴隷にならないような、えー、人生にしてほしいかなと思いますお金は便利なアイテムなんですけどこれはね正しい使い方を覚えればってことなんで僕たちこの辺の教育給できてないんでねやっぱりちゃんと覚えていかないとダメですよねそのためにはやっぱりまずね最低限の貯金からってことで、えー、一歩ずつね、えー、やっていきたいなと思いますってことで、えー、参考になったら嬉しいです今日もありがとうございました